目が回る、誰か助けてよし、来た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 、ほら警察がなんぼのもんじゃい。うわ超強いぞ。ジャニーさん、あなたの中堅の主です。今日もですね、街で違うな、サメになって街で大暴れしていくゲーム、シャークシュミレーターやっていきたいと思います。オラ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 、ブレード竜巻、まあ、こんな感じですね。尻尾にいろんな武器をくくりつけたり、なんだろうな、変装したりとかして、街でね暴れられる GTA5 のサメ版みたいなねゲームになっております。というわけでですね、今回はですね、まあ、右上に出てる Get 3 Police Stats、こちらのクエストからやっていきたいと思うんですけれども、こちら GTA と本当同じでですね、犯罪を犯すとこういう風にですね、右側に星が、なんだろう、増えていってですね、警察に追われるとかそういう風にねなってるんでございますよ。というわけでですね、まあ、3つの犯罪ポイントをゲットすればいいので、とりあえずやりまくればいいんでしょ。 OKOK 任して。あ、ちょっと おかに上がるとね、やっぱなかなか、おら人間だもん、俺のこのビッグブレードを食らえって、こんな感じでね暴れていれば、おーらー、ちょっと飛びすぎ飛びすぎ、倒せてないから、あ、やばい、警察ポリが来てる、撃たれてるよ撃たれてるよ、やばいやばい、干上がっちゃった。ちょっと待って、ジャンプして、ちょっとね、陸の上はねなかなかねこれ難しいんです。おー、倒したぞ、一匹、あ、倒してない、ちょっと待って、やばい、死ぬ、ちょっと、サメはね、丘の上はちょっと厳しい、おー、いやー、サメにはね、厳しい世の中ですよね、やっぱね、なかなかね、丘の上で暴れるのは慣れてないですから、水の中ではこう最強な感じのこういうね、ブレイクダンスができるんですけど、ちょっとね、丘に上がっちゃうとね、なかなかこう、おいしょ、ほら、ほらー、人間だわ。あ、いいじゃんいいじゃん、いい感じ、今度はいい感じに回転してるよ。ほい、いきます、ほい、おっしゃ、竜巻旋風脚オッケー、竜巻旋風、やばい、引っかかったぞ。こういうね、建物に引っかかるとですね、もうやばい、ちょっとマジ尻尾引っかかってんだけど、めっちゃやばいじゃん、これじゃ的だよ的、ちょっと、あー、いやー、抜けれた、おらー、警察ども、おらー、おっしゃ、ぶった切った、いい感じにぶった切ったんじゃないですか。さあ、星が2つつきましたよ。さあ、このパトカーを、おらー、どうだ、やってやったぜ。よし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 、3つ星つきましたね、3つ星ついたぞ。さあ、こいつらもぶっ殺せば、おお、やられたけど、3つ星ついたよね。新しいクエストがオープン、ユーズアーヘルスキット、あ、ヘルスキット使ったことある気がする。回復のやつでしょ、回復のやつはね多分使ったことあると思うんだよね。よいしょ、ついでにちょっと街に上がってね、そろそろこのビッグブレードも飽きたんで、新しい武器をねゲットしていきたいと思いますよ。お、なんかピンポン聞こえるけど、やっとね丘にぶち上がりました。ここでですね、まず武器を買っていきたいなと思ってるんですけど、ちょっとこのね人間どものね建物がね邪魔なんだよ前に、あー、撃たれてる、抜けたいんだけど、これ尻尾のブレード、バグってる、めっちゃバグってんじゃん、これ地球に飲まれちゃったじゃんね。えどうすんのよこれ、ここどこ、ここ地面透けてるから、ちょっとバグりすぎだよこれ、ちょっとこれ抜け出せんの、これ、あー、抜け出せん、あ、ここなんか地下道とかになってる感じ、ちょっと今発見しちゃった、もしかして、え、違うよね、なんだよ違うんじゃねえかよ、全然じゃん。しかもなんかさ、犯罪度上がってるし、あー、木にやられた、木強いよ、サメにとっては木はね相当な強者ですよ。さあ、この辺にですね武器屋さんあった気がしたんだけどな、武器屋さんなかったっけこの辺に、あった、ここだ、ここに入れさせて、よし、あ、よっしゃ、来たぜ、よし、ちょっと新しい武器、もうねビッグソード飽きたから、おー、モーニングスター、いいね、だってこれしか買えないじゃん、あー、ライトセーバー超欲しいな、ライトセーバー超欲しい、あー、こ、銃とかもあるよ、ほら、まあでもちょっとこのモーニングスターをね、買っていきましょう。さあ、ゲットしたぞ、でかいぞモーニングスター、でかいぞ、
これは振り回しがいがありますね。ほら、おおおおおおお、すごい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 。これはちょっと殲滅力かなり上がってんじゃないですか。おらおら、ちょっと警察向こうに行けない、向こうに行けない。操作がめっちゃ難しいんだよこのゲーム。いや死んだ、ちょっと待って全然ダメだ。さあ、なんか生まれた瞬間めっちゃバグってるんですけどめっちゃバグってんですけど、これどうしてですか。ちょっとモーニングスターがさ重すぎんじゃないのこれえらいこと、どうしたどうした、サメサメどうしたどうした、めっちゃ吹っ飛んでるぞ、めっちゃ吹っ飛んでるぞ。よしよし、来た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 。さあライフキットを取りに行こう。ライフキットどこにあるんだっけな。ライフキットなんかどっかにね落ちてんだよね。これめっちゃ引っかかるよこれ。モーニングスターこれ外すか、外せばいいんだ、外せばいい、戦う時だけ出せばいいんだ。オッケーオッケー、イエーイ、超身軽になったぜこれ。オッケー、さあこれならいけるよ。これやばい、木に引っかかった。もうなんで木植えんのやめて、木を植えるのはやめて、サメが引っかかるからちょっとやばい、これどうにもだらどうにもできないんだけど、どうしたらいいのこれ。やばいよやばいよ、ちょっと抜け出せないんですけど。あー、森に突っ込んだら最後だねサメは。森に突っ込んだが最後。あー抜け出せそう、抜け出せそう、オッケー抜け出した。さあどこだったっけな、どっかにねライフキットあったと思うんだけど、探していこうぜ。これなんかね、いろんなイベントがねあるはずなんだよね。まだラッシーさんが見つけてないだけで。よいしょ、ちょっとライフキットを探していきたいと思いますよ。はい、人間の皆さんすいませんね、ちょっとお邪魔しますよ。サメが通ります、サメが通ります通してください。やばいやばいやばい、ポリが来るポリが来る、ポリが来る前にライフキット、あった、これじゃねえか、これだと思うんだよ多分。ライフキット違う、これ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 、これを取りたい、取らして、オッケー。え、ユーズアヘルスキット、これどうす、どうやって使うのヘルスキット。あ、ちょっと待って、使い方が分かんない、使い方が分からない。あ、 HP 減ってないからかな、これちょっとポリと一斉しないとダメか。マジか、きついな。ほらちょっとこの辺の車ぶっ壊せばポリ来んだろ。ほら来やがれ、ほらちょっとこれ重すぎんだよねモーニングスター。わーし、来た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 、ほら警察がなんぼのもんじゃーい。おわ、超強いぞ超強いぞ、ほら、あーしよしよしよし、減った減った減った、使うぞ使うぞ、どうやって使うんだどうやって使うんだ、何ボタン何ボタン何ボタン、ライフキットの使い方が分かんない。 A だ、 A どこ、 A、 おいしょ、あ違う違う、どれだ、ちょっと待って、オプションコントロール見ましょうね。ライフキットのヘルスキットかの使い方が分かった、 F だ、 F 押しよう、 F 押すよ、よし F、おっしゃ来た、やったやったけど、やったけど挟まった挟まった、ちょっとひどい、どっから撃たれてんのこれ、どっから、あーめっちゃ来た、ポリスがめっちゃ来てる、めっちゃいるやんけあーまたえらいことになってるよ、ほらえらいことになってるよー、うえー、これで、ね、このモーニングスターつけてるとえらいことになるねこれね。おっしゃおっしゃおっしゃ、ファインドタイムマシーン、ヒント、ノースウエストピラー、タイムマシーンがあるらしいぞ。なんかバグってんだけどめっちゃ、おいめっちゃバグってるよ、これどこにいんの今、空の上海の中、どこにいんだどこにいんだこれ、ちょっと待って、めっちゃバグっちゃったじゃんちょっとモーニングスター危険危険、ほらこんなになっちゃうし、もうどこにいるのか分かんなくなっちゃうから、ちょっと目が回る、誰か助けてちょっと一回さあ、ファインドはノースウエストビラ、ノースウエストビラを探しましょうね。ノースウエストビラ、ノースウエストだから、北西、ここの辺、この辺、この辺にタイムマシーンがあるということなんですよね。タイムマシーンってなんだよタイムマシーン、ほん、ちょっとまあ探しに行こうかじゃあね、この辺、
今ラッシーさんがいるのはちなみにここです。なので一回上がって向こう行かなきゃいけないね。あの上の方ですね、上の方ですね、上の方、このマークが、まあそこに行くにはね、やっぱちょっとハープーンを取りに行きたいね。ハープーンを取りに行けばあれでガンガン上に登っていけるから、ちょっとハープーン取り行こうか。よしよし、船着き場まで来ましたよ。あれですね、まあ、早くね、もうちょっと強くなってさ、手配度5まで上げてみたいよね。ヘリとか来んのかな、やっぱ。ね、軍が来たらめっちゃ楽しいんだけどな。軍と戦うとかさ、サメが一匹で。超楽しくない超楽しくない。さあ、来ましたよ。ここです。ここ。これをね、ハープーンをゲットしたら、オッケー、来ました。これでですね、矢を使ってですね、高いところに飛んでいけるようになりますので、よし、これを使ってね、あの崖をね登っていきたいんですけど、ちょ、どこにくっついちゃったの、どこにおい、どこについてんだ。おお、めっちゃ吹っ飛ばされるんだけど、ちょっとこれ、ね、難しいんだよね、なかなか使い方が。違う、そっちじゃないんだよな、そっちじゃないんだ。おし、いいとこ行った。おら登れ。めっちゃうまくない、めっちゃうまくない、ラッシーさんのハープーンの使い方が半端ない。ハープーンだけはうまいよね、操作するのはすごい下手くそだけど。さあ、ここだと思うんですよ、ノースウエストビラ。ここの辺にですね、タイムマシーンがあるということなんですが、タイムマシーンなんてどこにあるんですか。タイムマシーンってなんだよ、この辺。やべ、ポリが来た。上に逃げろ。スパイダーマン、オッケー。はい、来ましたよ。ビルを登るのもね、お茶の子さいさいですから。さあ、こんなところにタイムマシーンが、ここじゃねえのかな、もしかして。どこなんだろう。ノースウエスト、あっちだ。ごめん。そうだ。ウエストだもんね。よし、向こう行こう。向こうに行きたいんだけど、さあ、向こうはちょっと初めて行きますね。さあ、この辺にタイムマシン、やばい、落ちるぞ、端から落ちる、落ちたくない、ここまで来て落ちるのやだ。おーしよし、来たぞ、うまい、いい感じに逃げてますね。さあ、この辺にタイムマシーンがあるんじゃないですか。ノースウエストですから、この辺ですよね、多分合ってると思うんだけど。さあ、この辺にタイムマシーンってなんだよ、なんか見つけにくいよね。タイムマシーン、あれか、なんか怪しくね、あれ。あ、ちょっと待って、変なとこくっついちゃった。あれじゃね、あれなんかすごい怪しいよね、あそこのビルね。あそこにうまいことピュッ、どっち行ってんだよなんで後ろに飛んでいくんだよ、意味わかんねえから。ちょっと待って、これ、違うな。これ、違うな。おー、やばい。あー、落とされた。ちくしょー。でもなんかどうやらあそこじゃなさそうですね。ノースウエストビラ。ここも一応ノースウエストですかね。あ、なんかありますよ、ここに。これ何ストア？サーフストアって書いてある。え？何売ってんのこれ、ちょっと気になる。お、あ、サングラスかけれんの。あー、いいね、かっちょいいね、これ。おー、いいですね。はい、なるほど。じゃあちょっとどれにしましょうか。あ、これがかっこいいかな、これにしようかな。オレンジ、赤黄色、これオッケー、買っちゃった。よっしゃ、かっこよくなりました。おー、超かっこよくなったじゃん。ほら、どうすか、これ。おい、どうすか、似合ってる？ウケる。さあ、タイムマシーンはどこにあるんだよ、それより。タイムマシーン探したいんだけど、タイムマシーンないんだよねー。あー、タイムマシーンわかんねえな。やっぱでもこの上の、街の上が怪しい気がするんだけどねー。なんか、あ、なんかあそこになんかありますよ。あれかね、これタイムマシン、なんかマシンっぽいけど、これ何、ゲット。あ、取れない、取りたいんだけど、これなんで取れないの、これ。おいしょ。わー、ダメだ、なんかバグってる。でも多分これっぽくない、これだよね、絶対。
ちょっとこのなんかハープン外さなきゃいけないのかな、これ外し方がわかんねえんだよな。ダメだ、ダメです。というわけで今日はこの今日はこれにしましょう。最後ね、空からお別れしたいと思いますので、おら飛ぶぞ飛べ。はい、というわけで今日はこの辺にしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日はこの辺でー、俺もう海に帰る。ザ